今日の PSP インターネット教室 PSP カリフォルニアオフィスにお邪魔して小山さんとアニータさんにお話を伺います。おはようございます。おはようございます。さあ今日は小山さん何をお話ししていただけるんでしょうか。はい、 Facebook のお話なんですけども、はい、 Facebook のいいね、 Like の増やし方についてちょっと触れたいと思います。うん、たくさんあるといいですもんね。そうですね、やっぱり Like が少ないと寂しいですよね。じゃあ早速その秘訣お願いします。はい、非常に単純なことなんですけれども、写真、今インスタグラムとかピンタレストとか写真を見てライクする SNS、 ソーシャルネットワークサービスが多いですよね。で、Facebook でもやはり皆さん写真を上げることが多いです。その写真が素晴らしければ、あ、いいねってつい押してしまいますよね。うん、はい、ですから写真も決して妥協しないことが一つの策だと思います。はい、じゃあレストランだったらメニューも美味しく写す。そうですね、美味しく写したり、そのスタッフの方の笑顔だったり、うん、その外観だったり、いろんな写真ありますよね。あとはですね、 Facebook のテーマをあまり触れない内容にする。まあ、たまにはね、親近感がある記事なんかも挟んでみたり、ちょっとそこのレストランで飼ってるペットだったりだとか、うん、飾ってあるお花の写真なんかもあると、またそこでライクも稼げますね。はい、あとはですね、これ重要なんですけれども、自分でウェブサイトを持ってらっしゃったら、そこのウェブサイトに Facebook のボタンをつける、よく見かけますよね。はい、ブログなんかにもその Facebook のボタンを設けることもできます。あとは E メールを送るときに署名の部分に、私の Facebook ライクしてくださいね、いいねしてくださいねという一言加えてあげることで効果があると思います。うん、あともう一つはメルマガですね。はい、ビジネスやってらっしゃる方、メルマガ使われてる方も多いと思うんですけれども、そのメルマガを配信するときに Facebook やってますのでライクしてください、そういう一言が大事だと思います。じゃあ写真を妥協しない、はい、そしてテーマぶれない、はい、また時々親近感のある投稿も必要、はい、あとは自分の持ってるいろいろなメディアに Facebook のことをお知らせして、はい、ライクしてもらう、はい、ですね。はい、分かりました。じゃあ皆さんも実践してみましょう。はい、はい、お願いします。そして PSP さんではまた3月セミナーがあるそうなんですが、アニーカさん。はい、3月19日木曓日3時から6時題しまして、売上アップのためのインターネットマーケティング戦略、イエーイ、パフパフ。弊社の中村がこちらのセミナーを行います。内容はですね、インターネットをどう使ってマーケティングをしていくかということを中心にお話しさせていただきます。その他にはメルマガとホームページの有効活用についてお話しさせていただきます。定員は50名様まで、場所はリダックゲートウェイホテル、旧トーレンスプラザホテルになります。参加費は無料です。軽食付きになります。お申し込みはセミナー la@pspinc.com もしくはお電話で 310-809-0998 ご連絡ください。はい、じゃあこちらの情報は TJS のブログ、はい、そして検索キーワード PSP インクセミナー、この2つのキーワードで一番上に来たウェブサイトからお申し込みいただけます。はい、3月の19日木曜日午後3時からリダックゲートウェイホテルですね。はい、また中村さんからためになるお話をいっぱい伺えるということで楽しみにしております。はい、では小山さん、アニーカさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。 PSP インターネット教室、この番組は PSP インクの提供でお送りいたしました。